はい、こんにちは、茂木和也です。今回は茂木和也がおすすめする洗剤ベスト10をやっていきたいと思います。おそらく長くなると思いますので、今回は10位から6位までやって、次回5位から1位までやっていきたいと思います。で、難しかったんですよ、順番つけるのが。難しすぎて結局順番つけれなかったたんですね、おすすめ順ということでは。なので、私が日々使ってる使用頻度の順番にしました。なので全部同じぐらいおすすめです。はい、使用頻度が少ないものから多いものっていう形で紹介していきますね。それとどうしても茂木和也が作った洗剤、私が作った洗剤が多くなっちゃうんですよ。これはしょうがないんですよね。私が欲しいっていう思ったものを形にしているので。でも聞いてる方にはなんか PR みたいな感じに聞こえて嫌な気も出てくると思うので、あえて私が作った洗剤についてはデメリットを話していこうかなと思います。なかなかメーカー側で人間でデメリットを話していくなんていう方いないじゃないですか。ちょっと面白いと思ったので、そういった形にしていきたいと思います。では、10位からやっていきます。まず、10位。はい。ワイドハイター EX パワー。頑固なシミ用ですね。これはですね、ここに書いている通り、本色がですね、衣類のシミ抜き用なんですね。洗濯する前にシミのところにシュッとかけて、それから洗濯するという商品なんですが、酸素系の漂白剤ですね。酸素系漂白剤でスプレータイプのものっておそらくこれぐらいじゃないですかね、このサイズ感で。だからすごく便利なんですよ。で、私は本職としては使ってなくて、何使っているかっていうと、布ソファーとかカーテンについたシミ落としですね、最終手段として使ってます。いわゆる丸洗いできなかったり、あとは洗うのが面倒なもの、カーテンとかって洗うのが面倒ですよね、こまめに洗えないですよね。あとうちのソファーは布ソファーなんですけれども、洗濯機洗いできないじゃないですか。そういった時におすすめなんですね。我が家ではやってないんですけれども、カーペットとかもおすすめですね。あとは車のシートとかもいいかもしれないですよね。ただこれ最後の最終手段として使ってください。なぜかっていうと、界面活性剤が入ってて、それが最後に水拭きするじゃないですか。界面活性剤が残るのが嫌なので、なかなか取れないんですよ、水拭きしても。すごく時間がかかるんですね、泡がちゃんと切れるまで拭くのに。だから最初は白い生揚げ使います。それでどうしても落ちないときにこの洗剤が出てくるという、そういう順番で使ってますね。これが10位です。はい。で、9位は茂木和也。はい、ここで9位出ました。これ使用頻度順からいくとやっぱりこのぐらいになっちゃいますよね。どこに使ってるかというと、大きく2つですね。まずは本職のお風呂の鏡の水垢。2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらいですね。で、どのぐらいの量使うかというと、10グラムから20グラムぐらいですよね。たったそれだけで洗えちゃうんですよ。ちょっと大きめですね、鏡。縦長の。TOTOの鏡。TOTOのお風呂を使ってる方だったら分かるんですけど、鏡がちょっと縦長ですよね。で、それでそのぐらいでもう済んじゃうんですよ。で、これ 180g 入ってるんですよ、だいたい約。それで2、3ヶ月持つんで、すごくコスパいいじゃないですか。あと、キッチンが我が家の IH クッキングヒーターなんですけども、天板に丸くこびりつきつきますよね。それを落とすにも使ってます。大きくその2つですね、用途は。あとはたまにサビに使ったりしますけれども、サビなんてなかなか出てこないので、
そんなに錆落としてはあんまり出番は多くないです。で、デメリット、デメリットは1回に財布から出ていく金額が大きすぎるっていうことですね。うん、主婦の皆さんにとって、例えばホームセンターやドラッグストアに買い物行った時に、これ2000円するじゃないですか。高いんですよ、先生にしては。コスパはいいですよ、さっき説明しました通り。出番が少ないので。で、使用量が少なくて。でもやっぱり2000円が一気に飛んでいくっていうのはちょっと、厳しいものがありますよね。そこがデメリットですね。はい。これが9位でした。で、8位。8位が代々の雫。これも私が作った洗剤です。デメリットの前にどんな洗剤かというと、油性のペンや、ボールペン、あとはクレヨンの落書き落としに使えます。それとシール跡も剥がれますね、これ使うと。シール跡ベタベタなかなか取れないじゃないですか。だから落書きとシール跡となると、やはり小さなお子さんがいるお家におすすめなんですよね。うん、小さなお子さんがいるお家で使うことを想定して、成分もですね、安全なものにしてます。そういった油性の汚れを取る場合は溶剤を使うんですが、溶剤も危険なものから安全なもので結構幅広いんですけれども、安全性が非常に高いオレンジオイルから取った D リモネンっていうものを主成分にしてます。あとは液性を中性にしてますね。で、これでだいぶ安全ですよね。で、これのですね、デメリットですね。デメリット言わないといけないですね。言いたくないんですけれども。デメリットは、壁紙についたボールペンやマジックは完璧には消えないんですね。ここがデメリットですね。うん。もうちょっと攻めたいんですよ。攻めたいっていうのは、リモネの濃度を高くしたいっていう意味ですね。高くすればするほど落ちやすくなるんですが、壁紙がぬるっといっちゃうんですよ。要は壁紙までやられちゃうんですよね、高くすると。うん、そうなってしまっては何も元も子もならないので、やっぱりディーリモネをギリギリっていうか、ギリギリも若干下までにしてるんですよね。だからしょうがない、自分の中ではしょうがないなっていうふうに思ってる部分ですけども、でも相当高いですよ。リモネンの濃度が高いと普通の樹脂の容器に入れてられませんので、瓶とか缶になりますけれども、リモネンが濃度が高いっていう証拠ではあるんですけれども、その中でも、なんて言いますか、ちょっと低めにしてるってことですよね。はい。これが、8位ですね。8位。小さなお子さんがいるうちには、1本あれば便利です。で、7位。モテギカズヤトイレ尿石落としジェル、また私の洗剤なんですが、これいいんですよ。何がいいかというと、酸性度がものすごく高いのにすごくジェルなんですよ。ジェルジェルしてるんですね。うん、で、普通酸性洗剤っていうとここまでジェル感ないんですよね。確かにとろみはついてますけれども、ボトルに入ってるタイプじゃないですか。で、ジェル度、粘度が高いと何がいいかというと、まず壁面にべったり貼り付いてくれるんですよ。ジェル感がないとトイレットペーパーでパックとかしなければいけないんですけども、その必要がまずないですよね。あと安全です。うん、粘度が高い方が、粘度が低いと液跳ねの可能性ありますよね。うん。でも、これだと液が跳ねないですよ。ジェルだから。その分、酸性洗剤を、安心して使えるということになります。液は酸性なので、もちろん危険ですよ。これに限らず、トイレの尿石洗浄剤は全部、まともに落ちるのは、酸性度高くて混ぜるのは危険についてますからね。でも、跳ね返りを防止させてるってことですね。で、より安心安全に使う方法は、私もやってるんですけれども、使い捨て手袋に、こうつけてですね、例えば、便器の裏縁に尿石がついている場合は、こうやって塗るわけですよ。こう、こう、ぬるってやって、こう塗るわけですよ。
で30分押してから流す、うん、安全ですよね。トイレットペーパー、トイレットペーパーじゃないや、トイレットブラシ使うと毛が長いと長ければ長いほどあのぴょんってこうやって跳ね返ってするリスクが高くなるじゃないですか、こうやった時にぴょんと。だからトイレットブラシ、トイレブラシじゃなくてこれ手袋で塗った方がより安全ですね。うん、でまあマイナス点、デメリットは、うん、酸性度が高いってことですね、うん、高いからこそ、うん、ジェルにしたわけっていうところでもあるんですけども、酸性度やっぱ高いんです。他のものよりももしかしたら酸性度高いかもしれないです。酸の成分でも3つも入ってますからね、ここまで入ってるものないんですよ。でやっぱり酸性度高ければ高いほど尿石落ちるんですよ。でここに書いてるんです。見えるかな？見えないと思うんで読みますね。酸性成分3つ使ってるんですよ。塩酸、スルファミン酸、偽酸。この3つ使ってます。3つも使ってますね。で、塩酸がなんと 9.9%。実は 10% 以上になると劇物扱いになるんですよ。ギリギリまで攻めてるんですよね。え、そんなにきついのって思われがちなんですけども、他のものもそのぐらい入ってますからね。9.5 とか。うん。そのぐらい塩酸入ってないと塩酸系だと落ちないですからね。でもギリギリまで攻めているっていう。やっぱ酸性度が重要になってくると。そこがデメリットです。ただ、そのデメリットを補うために、粘度を高めて、跳ね返りのリスクをなくしてるっていうところが、まあ、メリットでもあるし、使いやすくなってる部分でもありますね。はい。これが7位ですね。で、6位がクエン酸の激落ちくんです。はい。ですね、これを何に使ってるかというと、軽度な水垢落としですね。軽度な水垢落とし。はい。で、お風呂の天井にも使ったりします。たまに。うん。天井に、うちの子供たちがですね、やっぱり水鉄砲で天井にやったり、上の壁とかにやったりするじゃないですか。子供がいると水鉄砲で遊びますよね。そうすると、湯気から、お風呂の湯気からは上がった水蒸気は、高度分入って水垢の原因にはならないんですよ。でも水道水を直接かけると水垢の原因になるんですね。うん。だからもう水鉄砲でピューピューやってもらいたくないんですけども、やるなとは言えないじゃないですか。私も小さい頃やってましたからね。で、そうするとやっぱり丸く水垢が目立ってくるんですよ。その時にこれ使ってますね。で、なぜこれ使うかっていうと、ちゃんと理由あるんですよ。まず、除菌できるんですよ。除菌率 99.9。で、クロスにこうやって拭くわけなんですけども、踏み台に上がって、踏み台には上がってないか。バスタブのヘリに上がってこう拭いてるんですけれども、水垢を落としながら、天井のカビまで、カビ菌まで除菌できるっていう、一石二鳥ができるんですよ。これ使うと。うん。あと、界面活性剤が入ってないんで、すすぐ必要ないですよね。うん。しっかり拭けば OK。私はですよ。私はそういう使い方しますよ。気持ち悪い方は水拭きしてくださいね。でも私はそうやって使っています。はい。界面活性剤入ってないですよ。で、界面活性剤入ってんのに、なんで泡タイプなんですかって思われた方いると思うんですけども、これがこの商品の最大の魅力ですね。普通ですね、私もそうなんですけれども、洗剤を泡で出すときには、まず泡で出るスプレー。泡で出るスプレーと霧で出るスプレーあるじゃないですか。泡で出るスプレーをにまず入れますよね。一つは条件として。もう一つは界面活性剤を入れるわけですよ。中に。泡を作るものは界面活性剤ですからね。で、そうやって泡の洗剤を作るんですが、だから泡が出るイコール界面活性剤が入っていって
のが普通なんですよ。でもこれのすごいところは界面活性剤が入ってなくて、増粘剤を使ってるんですよね。増粘剤。増粘剤を、ここのですね、スプレーの先がこうメッシュなんですよ、ここ。メッシュ。ここでですね、泡状にしてるんですよね。この発想は素晴らしいっていう、作り手でないと感激しないっていう。ちょっとマニアックなところなんですけれども、これおすすめですよ。ただ時間とお金に余裕のある方は特におすすめなんですけれども、普通のクエン酸ですからね、うん、とはいえ、だから、あ、間違った、時間に余裕がない、お金に余裕がある方、ワーママさんとかにおすすめですよ。だからでも専業主婦で、少しでも安く済ませたいっていう方には、普通の粉末のクエン酸の方がいいですよね。うん。溶かすのが面倒だし、時間がかかるかもしれないけれども、安くできるし、うん。何も、この、ちょっと高いもの使わなくていいですからね。私は、我が家は共働きですから、やはりちょっと優先度がですね、楽に掃除したいってところが、時間をかけずに何よりの優先度になってますから、もうこれ愛用してます。はい、随分長くなってしまいましたけれども、以上10位から7位、10位から6位まででした。では次回もお楽しみに。どうもありがとうございました。